はい、こんにちは。はい、こんにちは。黒田和義と、田橋亮太郎です。よろしくお願いします。お願いします。今回も、また、リズムの関係のお話をお互いしていこうということで。そうですね。桜の時。桜の時。もう、レコーディングはちょっと前にしましたけど。ちょっと前にしましたね。はい。なんか、シャッフルっていうリズムなんですけど、結構こう、ドラムはね、はい、シャッフルって日本人は結構弱いイメージがあるんだけど。うん、聞いたことあります、それって。特にドラムはこの、なんていうの、3連符だから、はい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 、こう、交互にやるとこうずれちゃうのね。右、左、右、左。ベースもじゃん。ダダダダダダダ。そうです。どうするの？基本的に、人差し指からスタート、2フィンガーでね、人差し指でやる人もいるけど、タタタタタタ、結構入れ替わりますね。そう。あと、ベースの場合は、ちょっとこれ専門的な話なんですけど、手前の弦に移動するときって、一本指でトントンって、一筆書きで引っ掛けてくるんで、もうそれだけで LR が逆になっちゃうんですね。ああ、なるほど、なるほど。なので、もう、両方、人差し指から始まる練習と中指から始まる練習をどちらかでもスタートできる。だから、ドラムで言うと R から始まる、L から始まる、両方やりましょうみたいな。ああ、それあるある。必要ですよ。三連系はみんな結構苦手がある。やっぱりそうですよね。ドラムの場合は右、左、左。はい、まあ、こうすると全部右手固定で、裏にアクセントつけたいときは右、右、左。トトのさ、ロザーナです。そう、ロザーナ。ロザーナの。これって、交互でやったら難しいけど。ああ、確かに。左で、あと、全然平気なんだよね。だから、まあなんかその、工夫、そのベースの場合は右左。ベースの場合は、人差し指が、利き指の人と中指が利き指というか、うん、こっちが器用な人がいて、うん、日常生活では分かりづらいんですけど、うん、弾いてみると分かるんですけど、うん、僕は人差し指が利き指なので、うん、さっきみたいに、だからどうだ、人差し指、中指、人差し指で3連符来て、次も人差し指。だスティックでいうところの LRL、LRL、LRL。っていう風にやってる。ってやるときもあるし、もう本当に連続しちゃうときもあるし、うん、テンポによります。ああ、そうかそうか。テンポによります。うん、まあ、だからその、やっぱりお互いこう、楽器ごとに、この、ちょっとでも3連はやっぱりちょっと手こずるよね。手こずります。そういう意味だね、うん。で、ドラマの場合はこの、チッカチッカっていうのがね、うん、ダウンアップっていうのがいるんですよ。はい、はい。これ、全部同じで、ちょうど。いとも簡単に下手くそな感じが出せるという。一生懸命感は出るんだけど、はい、なんかスマートな感じじゃなくなるんでね。はい、このシャッフルの、ベースどうやって弾いてたんだっけ？ベースは、サビのとこだよね。タララ。そうですね。基本、イントロもそうですし、うんうん、基本的にイントロとサビは全部同じパターンなんですけど、うん、イントロ行くと、うん、あ、シブで行ってんだね。全部シブですね。ただこの支部の長さっちゅうもんが難しい。ああ、難しいよね。これ、レガートで全部長くしちゃうと、ちょっとおおらかなイメージになるし、うん、短くしすぎると、マーチみたいになっちゃう。ちょっとそうなんですよ。なので、なんかメゾスタッカート的な。タークタークタク、うん。切るとこで3連感じさせる感じだ。そうです。これ僕の個人の解説でも言うんですけど、結構僕大事なんで言うんですけど、うん、個人的にはシャッフルの、ガッガの切るタイミングがガッガッガになると、っていう風に。これポール・マッカートニーがすごい得意で、ペニー・レインとか、シャッフル、ビートルズの有名なシャッフルだとペニー・レインとかあるんですけど、ああやってドッグとガッツとかとこやってるので、結構おすすめですね。聞いたらどうかな。ペニー・レインと、あとはね、ビートルズ、オール・マイ・ラビングっていうランニングベースで。微妙に音の切り方の隙間の開け方でシャッフルを醸し出すことができるっていうのは結構僕の言いたいことですよね、この曲では。ドラムの場合はこのチッカチッカでやるか、まあ、初心者はもう四分音符で。そう。だから足でどんどん、これが、跳ねなくなっちゃうんで。なるみたいな感じが。で、ハーフになったとこ、この A メロのとこは？ああ、ここはね、もう、
全音符。伸ばしですね、基本的に。んで、4小節目の8小節目にやってくるうかーが、多分ドラムと一緒に決めてる、ね。ああ、そうだね。ちょっと A やってみる。はい。と気持ちいいよね。そうですね。で、ドラムはこれ呼び込みって言って、この手前にフィルがちょっと軽く入ると、はいはいはい、もうちょっとこうみんなが、あ、なるほど。こう、行きやすい。ワン、ツー。まあ、確かに。歌邪魔にせんようにしなきゃいけないけど、うん、こういうふうになんかこう、あ、決めるよってこういうのをドラマ呼び込みと言います。はいはい、なので、決めがあるとドラマ指揮者的なので、ちょっと手前に、ね、ちょっと手前に何か入れてあげるっていうのは。伸ばしだけだと呼び込みがないと、うん、次、うっかーっていうのって、うん、跳ねてるんだけど裏拍にしか音がないので、うん、その1、2、3、パーンの1、2、3のマス目が、ちょっと認識がずれがちなんで、そう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 、その、なんか確認をしてくれてる感じがして、すごく僕安心しますね、やっぱり。そう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 。うん、これだからこういうのが入れれるのが上手いドラマーっていうのは、やっぱりこう、他の楽器に気に入られる。確かに。だからお客さんはこう、お客さんのね、リスナーの方は曲聴いてるときに、あ、そんなことやってんだって分かんないかもしれないけど、うん、バンドをまとめる要というかね。そうですね。はい。だからその一回さ、静かになって、はい、うっかーから入ってくるとこあるじゃん。そうですね。あそことかも、うん、ラララララララ、うっ、入ると、入れんじゃん、いいね、みたいな。そこが、そこのところに俺がフィルインを入れると、やっぱ入りやすくなるじゃんね。そうですね。うん、確かに。うん。ベースが降りてくるとこですね。ああ、そうかそうか、はい、ベースはやってるんだ。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。感じですね。で次が、まあまあまあ手前に入ると、そうですね。まあ、うん、このフィルインがちょっと多めにつけたりとか短めにしてたりとか、結構原曲でもいろいろやってて、だからこうダイナミックにすると、そうですよね。もっと手前から狙うっていうこともできるんだけど、だから。3、4、2、3、4、まあ手前から来るとか、ワン、ツー、一発だけとか、なるほどね、こういうのを呼び込みって言いますね。これが、もっともっと手前から、一小節手前とかから、ビッグバンドにありがちな。そう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 。ワクワクがすごい。そう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 。はい、来るぞ来るぞみたいな感じ で、ね、でもこれは、どっちか、ちょっと突然来る感じの方が、この曲に合うかな。あの、ベーシスト的には、そうです、その、いわゆる呼び込み、うん、呼び込みが、の大きさと強さで、次はこの、なんか強さで、そこで一気に変わるんだっていうのが僕はわかるので、ありがたい。なるほどね。その、呼び込みが中途半端な音量だと、多分、ちょっとやりづらいかも。ちょっと一回それ、今やってもらっていいですか？あの、不安定な感じ。不安定な、ちょっとやや小さめな大きさがわかんない。あ、わかんない。はい。はい。ワン、ツー、スリー、フォーで。1、2、3、4、2、2、3、3、2、3、4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 、
中途半端にちっちゃめになんかやるっていうことはほぼほぼ音楽の流れとしてはない。ないね、しかも最後のサビなんで変化をつけているっていう。そう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 。普通のサビだと、これラストのサビなんで、じゃあやーやーやーって行きたいんだけど、そこをあえてグッて最初喋りたいのに我慢してると、その分、エネルギーがダムのように溜まっていくわけですよね。で、溜まった分次の爆発が大きいので、やっぱ大きくした方がいいっていうのが共通のなんか認識として持ってるので、ね、初めての人でも合わせれるかなと。はい、歌をよく、でも、歌がリズム感が悪いと、ドラム入れるね。そうなんですよ、ね。ラララララ。入れてあげた方がいいこともあるから、ね。はい。うん。歌の人がリズムが分かんなくて入れない場合は、こっそりスネアを入れましょう。あと、僕のやってる人だとよく、うっばーんの、うの4拍目の頭だけ、ハイハットのフットを、つって、微妙に、メモリだよっていうのを入れてくれる人もおるし、そう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 。ハイハットを入れる人が多いみたいな。だからこう、ワン、ツー、スリー。まあ、確認みたいな。そうですね。僕結構ジャズのね、変拍子バンドとかよくやってるから、ブレイクをした時に、すごいですよね、あれ。5拍待つとか、結構よくあるんだけど、その時俺結構、何も踏まないんだけど、で、バーンって入って気持ちいいんだけど、ちょっとハイハット叩いてくれとか言われるんだけど、こっそり。おすすめ、7拍子の、スターアイズでやってるやつ。ああ、はいはいはい。七吉、何やってたっけ？なんかやってなかったっけ？ベースはおきつさんで。あ、おきちゃんのやつだ。みくちゃんのやつかな。そうですね。はい、そうですね。あれめちゃくちゃかっこいいですよ。で、しかも、何考えてるか出る。ああ、そう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 。あれすごく面白いです。駆け引きとか、ここはダイナミクスとかね。まあ、それは余談ですけど。エグザッパー、グラビティかな？そうですね。たったらたったら。それですね。あれ、同じフレーズで、たったったらたったらたったらたった、4でやってるのと、たったったらたったった、なんか、スリックしてるような。引っ掛け問題なんですよ、うん、あれ、アレンジャーが。まあ、今日の人は全然はい、この感じじゃないんで。でもまあ、こういうバンドでやる場合には、まあ、ベースとドラムで、この曲の場合は今ぐらいのところかな。そうですね。うん。ベースとしても基本的には、うん。盛り上がってるところは、ダー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 で今みたいな。僕が個人的に思ってるのは、黒田さんはおそらくなんだけど、僕、プレイバック聞いてないですけど、前半と後半で、ハイハットの空きが多分違うと思うんですよ。変えてるね。おそらく心理的には、同じサビの部分とかでも、最初は控えめでも、もうラストのサビぐらいになったら、結構オープンに近いぐらいになってるところがあると思うんですけど、なのでベースもそれに合わせて、なので最初の、控えめに、閉じ気味な時って、ちょっとおとなしめに短く、するんだけど、サビとかだともう最後のサビとかだとやっちゃっても大丈夫。やっちゃってもいいので、個人的にはドラムがどれだけ空間を埋めようとしてるかをベースも察知しないと、うん、ハイハットがもう暴れるほど4でやってるのに、ベースはじゃあこれはダッだったってやっちゃうと、ちょっと温度が揃わないので、うん、その辺は僕割と聞くようにしてます。うん、テンション感を。なるほどね。うん、確かに。このハイハットはね、僕、よく言うんだけど、こう、オープンがこれでって思ってる人いるんだけど、ハイハットは、上だけ鳴るとハイハットじゃないんですよ。ただの一枚シンバル。そうそうそうね。だから、両方鳴らなきゃいけないんで、両方鳴る、だからここ、ネジついてんだけど、はい、ネジでこう斜めにして、そうですね。で、これがフルオープンだとすると、ハーフオープン。だいぶレンジがあるんで。そうですよね。うん、だから、どれぐらい開くんですかって、まあ、感覚なんだけど、開ききっちゃうとダメだよね。うん、っていうところら辺がポイントですかね。ですね。はい。はい、というところで。あとは詳しくはですね、ドラムの解説、ベースの解説、はい、別々にそれぞれやっていきたいと思ってます。ね、で、それぞれのパートの譜面は、LINE 登録してそうですね。LINE に登録していただくと、ね、はい、くださいって言えばお送りしますので。この曲の何々パートみたいな風に言っていただくと、ね、はい。はい。お送りできますので、はい。ご登録をよろしくお願いします。はい。じゃあ今日は、はい。桜の時、ぜひ練習してみてください。はい、頑張ってください。ありがとうございました。よいしょ。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。今日の資料が欲しい方は、概要欄の方にですね、LINE の登録がありますので、LINE を登録していただけると、今日の資料が手に入りますので、ぜひ登録しておいてくださいね。それでは今後もご視聴よろしくお願いします。